家庭菜園ライフ。板橋区で野菜作りをしている高木です。よろしくお願いいたします。今日は無限栽培できるシソの栽培準備について紹介していきたいと思っております。シソは食卓で様々な使用用途があります。薬味をはじめ炒め物、あるいはパスタの香り付け等々、非常に便利な野菜です。また独特な香りで害虫が寄らなくなるコンパニオンプランツとしての効果も期待できます。また一度植えるとこぼれ種で毎年栽培できる非常に便利な魅力的な野菜なので、ぜひ皆さんもやってみてください。それではまず栽培のポイントですけども、一つ目は土作りです。3月から種まきをするために、2月中にはぜひ土作りをしておきたいと思います。 pH ですけども、ほぼ6から 6.5 ぐらいで、調整していただきたいと思っています。1平米あたりですね、牛糞を1キロ、鶏糞を30グラム程度投入していただければ十分かと思います。なお、シソは、ほぼ肥料を食う植物ではないので、普段皆さんが野菜作りをしている畑であればそのまま撒いていただいても多分大丈夫だと思います。土の酸度を測るために酸度計を今指していました。酸度計の数値が先ほど申した 6.5 から6の間であれば、OK なんで、確認だけしていただければと思います。ここに今用意したのが、牛糞、鶏糞を混ぜた、ものです。この畑は普段から野菜作りをしておりますので、少し、肥料は少なめになっています。クワで牛糞鶏糞を丁寧にすき込んでください。耕していただきましたら畝を立てていただく。畝の高さは10センチ程度の高さでいいと思います。ぜひマルチをかけていただいて、そうですね、2週間あるいは3週間程度置いてから種をまいていただく、あるいは苗を植えていただくという方がいいかと思います。栽培の場所ですけども、このように日当たりが十分確保できるところをぜひ選んでください。2つ目のポイントとして、コンパニオンプランツとして植える場合をご紹介します。今この時期まだ冬なんで茎ブロッコリーが植わってますけども、春夏野菜の場合は仮にこれがトマトとしたら、トマトの脇この辺で十分コンパニオンプランツとしての機能を果たせると思います。それでは種まきをしていきます。この程度8分目ぐらい入っていれば、いいかと思います。ではこの状態でまず軽く水を入れます。ご存知の方も多いかと思いますけども、シソの種はこのように細かい種です。このポットに、だいたい3粒ないし4粒入れていただければいいと思います。ポットに3粒4粒程度入れていただいて、少し1センチ弱ですねの深さに種を入れていただければ種まき終了です。シソの発芽にはだいたい25度前後の温度が必要です。ご自宅でやられる場合は発泡スチロールの箱等に入れるか、畑でやられる方はビニールトンネルの中にこのポットを入れていただけると発芽が促進されます。もう一つの方法として、湿らせたガーゼの上に種を置いていただいて、これをこのようなビニール袋に入れてください。そしてこれをこのままポッケの中に入れていただいて保温すると、このようにポッケに入れて保温することも発芽の促進になります。数日後には多分芽が出てきますので、その芽を先ほどのポットに入れていただくということで確実な栽培ができると思います。それでは最後に芽シソとしてシソを栽培する方法をご紹介します。芽シソとは葉が1枚か2枚小さい時に収穫する方法です。サラダや刺身のつまとして活用されます。それではご紹介いたします。このような狭いところで十分育ちます。ここにちょっともったいないかとは思いますけども、先ほどのシソの種をばらまいていただくと、大きく成長したものはそのまま苗として植え替えていただくこともできますし、小さいやつはそのまま取ってメソとして収穫します。先ほど使ったシソの種ですけども、まだたくさん余ってますのでこれを使います。このように
もうばらまいていただいて結構です。芽出しをするために、この場所では寒いので保温をしていきます。それではまず、保温のための不織布です。巻いたところに直接もうこれ上からかけていただいて結構です。合わせて先ほどはトンネルにしたビニールですけども、このビニールをこのまんまこの上にかけて保温していただくと。今日は無限栽培が可能なシソの栽培準備についてお話しさせていただきました。ぜひ、これから春夏野菜を作る時に参考にしていただければと思っております。この動画役に立った、面白かったと思った方、ぜひチャンネル登録並びに高評価をいただければ嬉しいです。それではまた。